いい感じに私とテッドの共演がなされてたんですけど、うん、実際はあのモコモコっていうテッド の, あのキャッチコピーと私のハーハーっていうキャッチコピーが一緒になって、ええ、あのコラボレーションされたので、うん、あのなんだろう、私とテッドっていうよりはむしろ言葉のぶつかり合いっていう感じがしてとっても感動的だったと思います、うん、絶世の美女と共演したからもっとこうなんて言うんだろう、言葉だけじゃなくて手取り足取り絡みたかったぜ、イエーイモコモコテッドが普通に働いていて、うん、そこで美女をナンパしたりとかそういうテッドの女の子が大好きな一面が見れるところが好きですね。でもあれですよ、他の女の子にね、はい、そうやってね腰を振ってしまうような男性とかってどうなんですか、ありなんですか。そうですね、なんだろう、テッドの場合は規模が大きいから、うん、なんだろう、世界股にかけてる感じでいいんじゃないでしょうかね。ナンパするのもこうやって彼は一生懸命なんで、もこもこそういう一生懸命に女性を口説くところまた可愛いですよ。可愛いんですかね、はい、ちょっと待ったなすーキャッハー What?ちょっと待ってください、ちょっとフラッシーフラッシー、予定にないんですけど一体どういうことですかこれ。実はフラッシー DVD 出すなし。え、 DVD 出すの。そうなし、ちょっと便乗しに来ちゃったなし。あー本当ですよ、便乗しすぎですけれども、あ、書いてありますね、助けにね、フラッシー初 DVD 船のミックス7月の26日発売ということで、あさって発売ということなんですか。そうなし、よろしくなし。なんだこいつは。すごいですね、ダミさん、フナッシーご存知ですか。ダミさん、フナッシーご存知でした。びっくりした。え、びっくりした、はい、大丈夫なし。フナッシー安全ピン刺さってるよ。それこの大人の大人の事情言ってなす、ダメなしよ。痛くない。大丈夫なし。初めて拝見しました。よくね、着ボイスで、すごく上位にランクインされている。はいはいはい、はい。でこ直で断密さん、ふなし、断密さん、ふなしみたいな感じになってるんですね。あ、そうなの。そうなし。あららら、それは光栄ですね。なんか飛んだところでコラボレーションされちゃって嬉しいです。嬉しいなし。今日初めてお会いします。あ、初めてですか。はい。はあ、よかったね、ふなしね、出会えてね。嬉しいなし、感謝感激、なし汁ばしゃー。あ、かけられちゃいましょう。ダミさんにかけちゃって、なんかお昼っぽくないなしな。汁は、汁は私にかかったことになるのかしら。やばいなし。もう汁とかかかったとか、もうとんでもないことになっておりますけれども。俺はね、やっぱりハリウッドスターだから、うん、こんなやつとはね、やっぱりスケールの大きさが違うんですよ。あと腰の振りも違うぜ、モコモコ。何言ってるなし、この発情グマ。モコモコ、いつもより多くモコモコ。とんでもない、とんでもない状態になってますけれども。じゃあ待ったなし、負けないぞ。発狂なかった。なし汁、なし汁、なし汁、おっと激しいぶつかり合いだ。だ大丈夫、テッド、テッド頑張って頑張って頑張って、あ、テッド大丈夫、テッドがちょっと見えなくなってる、見えなくなってる、テッド、テッド大丈夫、頑張って頑張って頑張って、もう一回もう一回ぶつかって、よっしゃー。あれあれ、見たことあるらしい、あれなんか見たことあるらしい、クマヒロシ、どうもガイタリの猫ヒロシならぬ一日限定クマヒロシだ、クマ。この映画を見て、やっぱり世界一ダメな中年テディベアじゃないですか、ええ、でもそれなのにモテモテ、ええ、そして自由なところが非常にヒロシ羨ましくて、ええ、ついついテッドのニャカに入ってしまいました。仲直りするなし。仲直りしましょうよ、せっかくだからね。さっきは俺もちょっといろいろおたなげにあいことしたけど、お互いお互い様なし。そうだよ、ありがとうございます。異色のキャラ、そして手を取って頑張っていく、一緒に OK です。大きな拍手。いや、お呼びいただいて光栄でした。テッドみたいなね、中年ダメグマって言ってもやっぱり女性が好きっていうことはそれだけ女性に興味があって優しくできるってことだから、共演できて嬉しかったです。中年もエロいぐらいの方がいいです。そうですね、だって中年の方でそれなりに人生の先輩でね、まだ全然女性に興味がないっていうと逆に
どうアプローチしていいか分かんないですよね。ですよね。そういう方もね、ピュアで可愛らしいんでしょうけどね。幸せでした。はい、正直ちょっとやりすぎじゃないかって。いやいや、もう全然非常にモコモコさせてもらいましたね。はい、あれやっぱり思わずなんですか。まあやっぱりこれだけやっぱ綺麗な人がやっぱ横にいますから、自然にですね。ですよね。自然な流れ。お尻をこう叩いた時に、これ通してなんですけど、柔らかさが伝わってきました。お尻叩かれるのはあのね、初めてではないので、どことなく懐かしい感じ。はい、そういえばこんな太い腕で叩かれたっけなみたいな思い出しちゃいましたね。お尻を叩かれていろんなことが目覚める、ね、年頃だと思うので。どういう年頃なんですか。そういう年頃。そうですね、あのこれからも、ね、そういう方を探していきたいと思います。いつもこうやって明るくされてるけれども、やっぱふとした時にね、あの真面目でジェントルマンな態度見せてくださるので、はい、あの私は素敵だと思います。この言葉墓場まで持ってきたと思います。でももうガイタレさんでいらっしゃるんですよね。そうです、まあ、今一応あのテッドと同じで来日中なんで。はい、ね、なんかあれですよね、恋をする時は遠距離恋愛になっちゃいますね。ガイタレさんですから。いやもうでもあの全然あの東京経由してきますのですぐ来ます。これから熊広志、これからも熊広志 でそのうちヒロシーさんと。いやいやいや、そうするとまた話が変わってくるから。さっきフナッシーさんいらしたから、ま、いやあっちあっち多分大変だと思うんですよね。そうですよね、はい、ヒロシーさんもフナッシーさんも、はい、いやヒロシーじゃないですよ。熊ごめんなさい、熊広志出会い頭に梨汁かけられちゃったんで、うん、若干もう他人の関係じゃなさそうですよね。ですよね、はい、でもああいうね荒ぶる感じもあの初めて拝見して、あの船橋はすごいなと。船橋は全てではないと思いますけどね。本当ですか。全てじゃないと思います。全て一部は氷山の一部、はい、僕はあの千葉出身なんですけど、あの船橋の友達もいるんですけど、ああいう人見たことないですよ。ああいうのは。私の方皆さん、もっと落ち着いてますね。はい、梨汁、梨汁も初めて見ました。びっくりしました。はい、船橋そんな梨推しじゃないですかね。はい。